三行目、人第一自己の発心なりと、もしこの通りにてあらん、人第一自己の発心という折は言われぬ、また言われざらんとき、ふっと言わぬとや心うべき、言わぬ古物の言えることあり、死の中に生けることあり、生ける中に死せることあり、死せるが常に死せるあり、生けるが常に生けるあり、これ人の死いてしかあらしむるにあらず、法の格のごとくなるなり、って出てきました。これは人が無理にそうするのではないと、法というものがそうさせるのであると道元は言っていますね。これ人の死いてしかあらしむるにあらず、法の格のごとくなるなり、しかあれば法輪を転ずる折も、格のごとくの光あり声あり、原神土性にもしかありと知るべし、これを無性の知見とは言う。原神土性とは、土性原神にてありけるなり、土に向かいて原をたどらず、原を見るに土を怪しむことなかるべし、この土に仏法は極め尽くせりと心うべし、説くべし称すべし、原にも真にも土のごとくにありけりと聞くなり、説くなり、これも原神土性のしかあらしめけるとなり、この胸を称しけるにぞ、得道の明日より涅槃の夕べに至るまで、一時をも解かざりけるとも解かるる、言葉の自在なりける。たったこれだけの文章なんですがね、これはもうすごいですね。で、皆様と一緒に読んでみましょうか。3行目の下ね、人第一と、はい、人第一自己の発心なりと、もしこの通りにてあらん、人第一自己の発心という折は言われぬ、また言われざらんとき、ふっと言わぬとや心うべき、言わぬ古物の言えることあり、死の中に生けることあり、生ける中に死せることあり、死せるが常に死せるあり、生けるが常に生けるあり、これ人の死いてしかあらしむるにあらず、法の格のごとくなるなり、しかあれば法輪を転ずる折も、格のごとくの光あり声あり、原神土性にもしかありと知るべし、これを無性の知見とは言う。原神土性とは、土性原神にてありけるなり、土に向かいて原をたどらず、原を見るに土を怪しむことなかるべし、この土に仏法は極め尽くせりと心うべし、説くべし称すべし、原にも真にも土のごとくにありけると聞くなり、説くなり、これも原神土性のしかあらしめけるとなり、この胸を称しけるにぞ、得道の明日より涅槃の夕べに至るまで、一時をも解かざりけるとも解かるる、言葉の自在なりける。この道元禅師の正法現像はですね、全部が全部すごいということはないんですよね。玉石混交というか、まあ石と言っても普通の石とは違いまして、奇跡ですけど、玉まで行かない文章というのがあるんですが、この唯仏余仏の巻というのは、これはもうオール玉の文章ですね。もう道元という人は乗ってる時は怖い人ですね。
どんな作家でも本当に載っている時とそうでない時とありますよね。で本当に載っている時の文章というのは本当にもう一字一句変えることができないんですよ。でこの唯物唯物の巻はそういうその稀有の文章の一つだと思うんですが、人大地この世界のすべては自己の発心であると昔の人が言っている。もしこの通りにてあらん、この通りであるならば人大地自己の発心という折は言われぬ、また言われざらんときふっと言わぬとや心べき。論理的にこう読んでいくと、どういう意味かななんということを感じたりするんですけども、ここで道元さんが言ってることは人大地自己の発心という折は口には言われない、そう思っている時は口に出してそれを説明ができない、また逆に言われない、言わないという時ふっつりと言わないものであろうか、いやそんなことはない、言わないという時に言うことがある。こういうことを言おうと思っている時にその言おうとしていることが非常に大事なことだと言葉がなくなってしまう。分かってるから言いたいんですよ。だけどね、最初の言葉が一つポンと出ただけで続かないんですよ。分かっていれば言えるはずだっていうことは確かにあると思うんだけども、分かっていることが言えるようだったらその分かっていることは大したことじゃないんじゃないか。例えば皆さんが心の中で思っている一番大事なこと、それをですねちょっと言ってくださいって言った時に口に出してスラ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 と言えるようだったらそれはそう大したことじゃないんじゃないかしら。私この間から思い出していること、いや、まあ、いくつもあるんですけども、母に関して私がこの間からここへこういつも引っかかっているのは、私が小学生の時に学校から帰りますと玄関の格子戸カラ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 って開けるの、そのカラカラっていう音も覚えてるんだけどね。そうすると目の前に正面3軒、奥行き2軒、もうピカピカに真っ黒に光った床がビッとかいう、それが玄関。これは福島正則の家老の大郷若狭の神という人のお屋敷ですから、昔の侍屋敷の玄関というのはすごいもんですね。正面3軒ありますから、そっちの柱からここまでで奥行きが2軒ちょうどこれから、その真ん中に母親が座ってまして、お帰んなさいと、母はいつも着物をきちっと着てましたから、着物を着るのに5分間ですからね。朝起きて布団の上起き上がって着物を着始めたなと思って5分経つと帯がピュッと閉まってる、まあ、昔の人はそうですよ。でその母がその式台の真ん中に座って、お帰りなさいって。ですから私は息子がただいま会っていた時は母親ってのは必ずそこにいるもんだと思ってましたよ。ところがね、いない日があるんですよ。いない日が一月に一遍ぐらいあるんです。でその時母はどこにいるかというと、その玄関の次の間の12畳の部屋の隅にドイツ製のオルガンが置いてありまして、そのオルガンを弾いてるんです。で弾いてる曲はいつもハマチドリなんですよ。なんでハマチドリばっかり言うと、私の母はオルガン名手でしたからね。日曜学校で子供たちにありとあらゆる歌をオルガン弾いて教えてた人ですから、その頃は明治の終わり頃、
第一ピアノと同じぐらいの大きさのドイツ製のオルガンなんて東京のうちにだってそうはなかったんじゃないでしょうか。ですから何でも弾けるはずなのに彼女がいつもその時弾いているのはですねハマチドリなんですよ。それで、あ、またハマチドリ弾いてるなぁと思って、それでまっすぐ上がっていけば母のいる部屋に入れるんだけど、入っちゃいけないような気がしてね、左手に折れて行くと廊下があるんですよ。その廊下行って音を立てずにそーっと座ってね、で膝小僧抱えて聞いてる。障子越しにそのオルガンの音聞こえてくるんです。僕ね、ずいぶんオルガンの音聞いたけど、あんないい音するオルガン聞いたことないですね。いや、それはさっき言った僕の耳からその音が出て、この世の中にこんないい音するオルガンはね、なんとあんて聞いてるからそうなんかもしれませんけどね。それでハマチドリの音聞こえてくると、黙ってこうって繰り返し繰り返し弾いてるし、そして音がパタッとこうやると畳の上をスッ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 と旅が擦れていく音がして、母は母屋の方へ行ってしまう。で、私は何食わぬ顔して母屋へ行って、お母さんただいまって言って、もうそれでいいんです。おですがね、ある日あのパタッとオルガンがやんだと思ったら、障子がサッと開いちゃって、母が立って、で私の顔見、それで、カズちゃんいつからそこに座っていたの、さっきからっていうか、うん、って聞いてたのっていうか、うん、って。それでその時一言言いたいんですがね、なんでお母さんいつもハマチドリなのよって言いたいんだけど、子供ではやっぱりね、聞いちゃいけないことってのは分かるんでね、あ、これ聞いちゃいけねえやと思ってるから黙ってるんです。でもその時のうちのおふくろさんは寂しい顔してましたね。すごい寂しかったんじゃないでしょうかね。で、戦争から終戦の翌年に戻ってきて、すぐにね金沢行きまして、で私の父親と母親のロマンスを知ってるおばあちゃん、金沢のおばあちゃんって言ってた人が、80のおばあさんがいてね、金沢の西寺井というところの大きな網元のうちのお嫁さん、つまり母の兄さんのお嫁さんになってきた。このおばあちゃんが産んだ長男が文化財保護法というものを作ったんです。今文化財を保護している法律、文化財保護法、あの一条一条全部私のいとこが作ったんですが、それを産んだおばあちゃんのとこへ行っていろんな話を聞いて、私小学校の時ね、うちの母みたいな幼鳥たる美女を奥さんにしたっていうのはどうもよくわかんないんでね、お父さんはどうしてお母さんと結婚したのって聞いたら、親父が子供の上に、あ、それはな、お母さんがどうしても結婚したいと言うからしてやったって、どうも変だなって思って、で母親のとこ行って、お父さんはそう言ったけどお母さんはどうなのって聞いたら、お父さんがそうおっしゃるようだったらそうなんじゃないの、ほうほうほう、それでおしまい。